ワンピース公式 YouTube チャンネルで公開中。ワンピースで実際にキャラクターの声を演じている方の動きに合わせ、CG モデルのキャラクターが同じ動きをする、ワンピースブトワー企画の第4弾が登場。週刊少年ジャンプで連載開始から21年を迎える人気コミックス、ワンピース。コミックスは最も多く発行された単一作家によるコミックシリーズとしてギネス世界記録を保持し、発行部数は全世界で4億4000万部、2018年7月時点を突破。その人気は日本のみならず国境を越えて幅広い層から支持を集めている。 TV アニメは1999年から放送開始し、2000年に初の劇場版を公開。これまでに劇場版は13作品が発表され、興行収入はシリーズ累計300億円に上り、多くのファンを熱狂させている。そしてアニメ放送20周年記念作として3年ぶりの劇場版となるワンピーススタンペドが2019年8月9日金曜日に公開されることも決定している。あるある劇場版ワンピース最新作はスタンペドに決定。ティザービジュアルには巨大な瓦礫モンスターあるある。アニメ映画上映スケジュール、その公開を前にワンピース公式 YouTube チャンネルで公開中。ワンピースで実際にキャラクターの声を演じている声優の動きに合わせ、 CG モデルのキャラクターが同じ動きをするワンピースブトワー企画の第4弾が公開された。今回発表となった動画ではゾロ17歳で話題になった CM をゾロ役中井和也さんが再現する。本編の映像はもちろんだが、左上に表示されるメイキング映像にもぜひ注目していただきたい。なお、ブツバーやってみた動画は第1�弾は再生回数180万回超えを記録。第2弾にはゾロ役中井和也さん、ブルック役の長さん、第3弾にはサンジ役平田博明さん、ロビン役山口百合子さんが登場している。青春かよ、ブツバーでやってみたメイキングレポートも公開中。あるある https ワンピースコンヨムスデテール20197299643 html ブツバー第1弾第2弾はこちら、田中真由美と山口翔平のブツバーやってみた。コミックスワンピース91巻発売記念 VT。 それは侍が闊歩し忍者が暗躍する謎大きさ国国家四スメラギ街道が支配するこの国へ仲間と合流するためにやってきたルフィたち。果たしてどんな大冒険が待っているのか。スタッフ、シリーズディレクター、長峰達也、キャラクターデザイン、松田みどり。民放公式テレビポータル、TVerにて見逃し配信中。北谷博士が歌う新主題歌、Over the TOP も TV サイズフルで公開中。C、小田栄一郎集英社、フジテレビ東映アニメーション。週刊少年ジャンプで連載開始から21年を迎える人気コミックス、ワンピース。その人気は日本のみならず国境を越えて幅広い層から支持を集めている。 TV アニメは1999年から放送開始し、2000年に初の劇場版を公開。これまでに劇場版は13作品が発表され、興行収入はシリーズ累計300億円に上り、多くのファンを熱狂させている。
劇場版ワンピース最新作はスタンペドに決定。ティザービジュアルには巨大な瓦礫モンスター RR、 アニメ映画上映スケジュール、その公開を前にワンピース公式 YouTube チャンネルで公開中。ワンピースで実際にキャラクターの声を演じている声優の動きに合わせ CG モデルのキャラクターが同じ動きをするワンピースブトバー企画の第4弾が公開された。今回発表となった動画ではゾロ17歳で話題になった CM をゾロ役中井和也さんが再現する。本編の映像はもちろんだが、左上に表示されるメイキング映像にもぜひ注目していただきたい。第3弾には三次役平田博明さん、ロビン役山口百合子さんが登場している。青春かよ、ブツバーでやってみた。メイキングレポートも公開中。あるある https ワンピースコンヨムスデデール20197299643 html ブツバー第1弾第2弾はこちら。田中真由美と山口翔平のブツバーやってみた。コミックスワンピース91巻発売記念 VT。それは侍がカッポし、忍者が暗躍する謎大きさ国国家。四スメラギ街道が支配するこの国へ、仲間と合流するためにやってきたルフィたち。果たしてどんな大冒険が待っているのか。スタッフ、シリーズディレクター、長峰達也、キャラクターデザイン、松田みどり。民放公式テレビポータル。TVer にて見逃し配信中。北谷博士が歌う新主題歌 Over the TOP も TV サイズフルで公開中。 C 小田栄一郎集英社フジテレビ東映アニメーション。